ヨアヒム・シュトライヒは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。東ドイツ代表として102試合に出場し、最多得点記録を打ち立てたことから、東ドイツの最高のサッカー選手、東のゲルトミュラーと呼ばれた。地元のアウフバウ、ビスマールでサッカーを始め、1967年に、ハンザ・ロストックでデビューを飾った。その後、 1975年に 1FC マクデーブルクへ移籍し、1985年に引退するまでリーグ通算378試合出場229得点を記録した。東ドイツ代表としては1969年12月8日に行われたイラク代表との国際親善試合でデビュー。1974FIFA ワールドカップ予選では10得点を挙げ、 ワールドカップ初出場に貢献し、1974年に西ドイツで開催された本大会では2得点を挙げて2次リーグ進出に貢献した。その後、1984年10月20日に行われたユーゴスラビア代表戦を最後に代表から退くまで国際 A マッチ102試合に出場し55得点を記録した。なお、この記録は1972年の ミュンヘンオリンピックの試合を含んだもので、ドイツサッカー連盟の公式サイトでは98試合出場53得点としている。現役引退後は指導者の道へ進み、古巣のマクデブルクで5年間にわたって監督を務めた後、1990年4月11日に、ブンデスリーガ2部のアイントラハとブラウンシュバイクの監督に就任した。シュトライヒは、 東欧革命により社会情勢が変化する中、西側のクラブと契約を結んだ最初の指導者となった。その後、1997年に FSV ツビッカウの監督を務めた。ありがとうございます。